マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3+3=6 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+1=6となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は19-10=9となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6÷2=6-3=3となり、正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は3+9=12となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は35+25=60となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。